体体に良い食体を治す食旅先で食べた名物を土産に買って家に戻ってから食べ直すとなぜかどう地味がしないという経験はありませんか中身は全く同じなのに旅先で食べた時の味よりも落ちる感じがする人間の味覚味覚以外の感覚もはその場の雰囲気で全然と言っていいほど違うまた おいしいと感じるときは、体は、その栄養分を吸収しやすくなります。逆に、イライラ、怒りがあるときは、食べても味がしないぐらいのときもありますね。そのようなときは、食べても、体には栄養として働きません。全省で、長寿村の長者たちが、高山から流れてくるミネラル水の恩恵を受けているかもしれないと書きました。だったら そのミネラル水を都会へ持ってきて飲めば都会生活者がたちまち健康になるかと言いますとそう単純ではありません秘境と呼ばれるほどの高地ではその土地の農産物は土や水からミネラルを吸収して育つそれを人間が食べるミネラルの多くが作物というフィルターを通過して私たちの体に入ってくるのですしかも それは無機物の害が少なくなった形でかつ濃縮されて入ってくるこのように食による体づくりは自然に存在する有形無形のファクターが関与する複雑系になっています先手の三ツチフジもそうでしたね季節やその土地でできた食物を食べるそうすることで陰陽のバランスが取れる再確認のつもりで マククロビオティック食の良いところを列記してみます。1よく噛んで食べる玄米や胚芽米半月米雑穀米はよく噛んで食べることを奨励しています実際少しご飯が固くなるのでよく噛まないと飲み込めませんよく噛むことで唾液の分泌が促され消化を助けます2腹食が良くなる 野菜中心で肉食が少なくなる玄米ご飯とステーキというような組み合わせはまずくて食べにくい主食の比率が高まり復食には体に負担となるようなおかずが減る3少食になり完食しなくなるよく噛んで食べることにより退食しなくなるまた玄米や灰芽米は腹持ちがよく 完食しななくくても良くなる付け加えて言うならば2の副食には海藻やキノコも合わせて食べてほしい注意したいことは石塚左らの言うように座業デスクワークの人と重労働肉体労働の人とは区別して考えたいつまり食べる量や質において加減が必要と考えてほしい体質別の食のあり方については 著脅威の排毒健康法、玉出版も参考にしてください。どちらにしても基本となる食は、前章に書いたように、5対2対1の法則で食べてほしい。ところで、マクロビオティック食は、美毒食と書きました。玄米は、ぬかの部分に、フィチン、フィチン酸が多く含まれます。フィチンは、金属、例えば、鉄、カルシウム、 銅などと結びつく力キレート作用の強い物質ですフィチンが体にとって有害な金属例えば鉛などと結びついて体外に排泄されることはいいことですしかし鉄やカルシウムなど体になくてはならない必須物質まで放出されるのは困りますつまり玄米ももろ葉の葉になっているということですですから 適正摂取量を守ること、よく噛むこと、そして、必要な時、そうでない時など、使い分けが必要です。玄米が合う例としては、肉食型や塩分過剰で、かつ、治流が悪くなり、東洋医学でいうところの巨匠を呈しているような場合、俗に、血液ドロドロなどと表現される多血症や、一部のがん体質者に良いと言います。 これまで読まれた方ならば肉食肩や塩分過剰つまりナトリウム塩の多くなった時はカリウム塩の多い食事にすれば良いのではないかと思いませんかここでカリウム塩中心の食事療法であるゲルソン食事療法を紹介しますドイツ人イシマックス・ゲルソン1881-1959が開発したゲルソン食事療法では 大量の野菜や果物のジュースを摂取させ徹底してナトリウム塩を排除します人間の細胞はカリウム対ナトリウム比で見るとカリウムが優勢になっていていますゲルソン氏の考えでは病人には野菜や果物に含まれるカリウムの供給が必要で合わせてナトリウムの摂取制限を行うことによって 細胞内のミネラルのバランスを取るのだというそれが免疫力を高め結果として病気を回復させるという理論です日本でも大正から昭和にかけて健康法の指導者として名を馳せた西式健康法の創始者である西勝蔵1884-1959は野菜の生殖を食事の基本としましたその理由として 人間だけが異常に病気になるのは食物を加熱調理することによって含まれるビタミンや酵素を破壊するからであるという主張でした桜沢式のマクロビオティック食で病気を治したという人は多いまたゲルソン療法で癌を治した西式健康法で難病を治したという人もたくさんおられる陽性なもの塩は良い 陰性なもの水分や果物は極力取るなという桜沢式の食用法とナトリウム塩は極力制限してカリウム野菜や果物などお山ほど食べるというゲルソン業法や西式健康法それぞれの理論は全く正反対です正反対の教えが同時に存在していてしかもそれぞれが受益者成果も多いんということか 答えは受液者の体質的な状態によるものです。ナトリウムに傾きすぎて陽性型になっている人。今度はそこから一転血液循環が滞り陰性体質になってしまった人。陽性も極まった状態になると陰性が現れることがあるのです。これは桜沢の無相原理12の定理の11番目である。 影の性質が極まると火を生じ、火の性質が極まると影を生じる通りですしまた、中国の古典である疫の考え方にも通じます。病気に対する伝統の考え方として、太陽病、陽明病、消費病、退院病、消化病、血、血化陳病のサイクル、召喚論の説でも、よくそのことが見て取れます。要約すると、 病気は陽性と陰性の両方が混在した状態があると考えてほしい従って陽性が飼っている時は食事療法で言えば陰性なカリウム寄りの方法ゲルソン食事療法や西式生殖療法などが合いやすく陰性が飼っている時は陽性なナトリウム寄りの方法桜沢式のマクロビオティック食などが合うのですここまでをまとめますと 体によい食とは、飲用のバランスが取れた穀物類、野菜や海藻類、肉類、それぞれの比率が5対2対1になっていること。体を治す食とは、体質的な偏りを修正する食でなければならない。ある意味、マクロビオティック食も、ゲルソン食事療法や西式生食療法などと同時、治療食になっています。ただし 体質改善された後はほどほどに緩めた5対2対1の基本食に戻る方がいいなぜかといえば陰陽に偏りがある食物自体毒を含んでいるからです毒が薬になっており薬は基本的には毒であることを忘れたくはありません